おはようございます。おはようございます。今日月に1回の、まあ、店長会議って言って営業部だよね、これ営業部の、まあ、店長会議なんですけど、本日うち1月決算で、今日は何日、2月、1月25日。だからまあ正式には出てないんか。一応目標値は1月から12月に参加。2月から1月。社長が無事だからね。でその上で、まあ、今さこの YouTube なんで撮ろうかなと思ったのは、まず大きなその発表が2つあって、まず数字の発表だよね。ちょっとずれて1月から12月で、まあ、決算は1月から、あ2月から1月なんだよね。そうです。だけどまあ俺の席上がって1年半、ジムがやる1年半、勝負やめて、勝負1年だね。1年半ぐらい。やめてすぐちょっとしたら俺上がってきた。で上がってきて、まあ、ジムがね、ガチャガチャして辞めましたって言ったのってもう1年ぐらいでしょ、ちょうど。社長が上がってきたのも1年以上経ったよね。1年半ぐらい、だって生涯辞めてからすぐだよね、ちょっと経ってからよね。井村さん辞めたの6月だから、で私が8月ぐらいから、あ7月からこっち来てますね。それ営業落として去年だったんだ。今落としてそうそう、1年半去年、あそか。みんなボケてる。そこには俺はもうちょっとこっち指示しながらやっとったんだよな。進捗会議やったりして、あ、まあ、ちょうど1年ぐらい前から YouTube に撮っとるのは、ほんで今年なんか数字上げてきますみたいな動画撮っとったよね。でガチャ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 やって、まあ、1年どうですか。だって 93%、94% ぐらい目標値結構上げたんだよね。売上目標は 20% ぐらい上げたんだね。 15% ぐらい上げたんか。15% から 20% ぐらいの目標値を、コロナのあれで一番悪い時は6億台まで落ちたんか。そうです、6億3000とか、ね、まで落ちて、はい、コロナで。で今年ちょっとしっかりやろうって言って1年やって、今年7億8000万まで戻せたんだ。7億8000目標に対しておそらく着地が7億5000か6000ぐらい、それが昨日は分かったです。おーすごい数字だね。だから、はい、あーそう、目標値が7億8000、ちょっと視聴者の皆さんちょっとごちゃごちゃして申し訳ないですけど、7億8000に対して7億5000ぐらいまで来とると達成、約 2%、3% 台の未達だけど、前年から言ったら 15% から 20% ぐらいの売上増はいけたってことだよね。1億数千万はプラスですね、うんうん、で、まあ、さらに俺はこの前回の店長会議で言ったのは、この3000万を未達は困ると。だからそれに対して何か目標、数字は難しいもんね。何日だよ、やっぱ数字今日3000万作ろうとしたらお客さんに迷惑かけるからね、無理して行使するとか。だからその3000万っていうのがじゃあ価値にするとどうだって言って、人材の紹介だとか、なんか3つぐらいやったんだよね。紹介リピートの企画みたいなね、いろんな、まあ、目標を立てて、まあ、目標に対しては3%だけど未達だけど、まあ、俺もやったと思うんだよね、今年本当。なんか俺手だけだけやったもんね。まんまやったでしょ。怖い。まんまやったでしょ。まあ伸び、まあコロナの中、うん、まあそこそこやれたかなという。でもともと1年の計画には関東ってなかったけど、強引にね強い戦力関東に置くっていう。それでもでかいね、あいつ月産1000万1500万プレイヤーでね、年間1億は1億5000万か2億やってるやつを送り込んだっていうのは大きいよね。そうなるとまあ俺はまあ十分すぎる達成かなと思うもんね。で、まあ、まずこれが大きな発表。まあ俺は本当100点とは言わんけど、もう本当99点、本当に優等生、本当によう頑張ってくれて、まあ本当にまあまあコロナ厳しかったからね、いろんなことやってるね。何やった、店長になったのそれよね。で進捗会議もう週に1回やろうっていうのもそれだよね。であとはもう店長会議っていうのももともとなかったやつも増やして、まあ、コロナだけどみんな集まれて、であとは朝会っていう週1回全員マンツーでやって、でいろんなことやって、まあ辞められた方も多いけどね、それに対してお互いの意思がつながらないで辞めた方も多いから、まあね全てが全ていいっていうのはあれだけど、うん、もう今年いい結果になったんじゃないのか。去年ねどう、まあ、一番先頭切ってやってきた人間としては去年ですか、うん、去年、まあそうですね、本社の店長ってなると、うん、まあ、大前提数字立てないと、店舗の数字立たないんで、うん、営業としてやるのも当たり前の世界に入ってきて、で、まあ、目標が月々にあって、うん、それをいかに、まあ、下にいる京子ちゃんとか営業の子たちに伝えていくかって、
なんか頭使うとこが変わったなと個人的に思いますね。店長業務として、はい、でそのじゃあ会見にじゃあちょっと最後質問だけど、そのうちがさ、まあ、数字、まあ、15%、20% って 急成長、まあ、でそれに対してさ、お客の満足度っていうのはどうだったの？いや、その数字のためにお客さんをないがしろしてきたのか、それってどうなの？それはでもないですよね。で、うん、やっぱり管理とかがやっぱり結構店舗間で多分喋ってるんで、お客さんに対してはめちゃくちゃ考えて提案してると思うし、うん、なんで質は全然下がってないと思います、うん、むしろ上がったんかなってね。そうですね、厳しさの中からやっぱり、ね、管理とかがすごい成長してきて、営業もね、そういうふうに商談に集中できるというか、まあ、で今度の目標がまたさらに数字を上げていく、今年の目標がね、ざくっと言う、何パーセントぐらい上げていくか。前回一緒ですね。目標値は一緒なんですけど、金額は同じで、ラインの改善をしていこう。そうですね、これ YouTube で起こったけど、ちょっと安すぎて出しすぎとるから、うちも。でうちはなんかもうそのクラウンを安く売ってるんだよね。そう、確かにクラウンを、あ、カローラをクラウンの値段で売ってきやがるので、そうそう、うちで100万だけど要するに90だとやっぱ90買っちゃうけど、みんな中身見ろよと、全然ちゃうやねんかっていうところをもうちょっとじゃあ提案力とかお客さん説明力とかをつけて達成させておこうと。であとはもう無駄な物損費だとか、そういう無駄なものの気づきだよね、もっともっと。でもその中でまたさらに原価にメスを入れてしっかりとコストダウンとかしていこうというところですね。で、これもう一つ目の、これ、これが二つ目がちょっと一番話なんだけど、社長辞めるんですよ。どうぞ。あ、どうぞ。どうぞって。お前言ってるよ。カメラの向こう言ってんだよ。お前なんでお前が。だけど、まあ、今年すぐ、ね、役職がっていうのはないんですけど、この4人、まあ、みんなね、いい、まあ、木村がね、これから店長やり始めたところだけど、この相澤さん、井村翔っていうのは、まあ、十分力があって、まあ、みんな本当に3人とも、まあ、お互いの良さが全然違うんだけど、今回、今年から、まあ、外国に任せようと、だんだん俺ももう、またもう一回抜けます、でそれに対して、まあ、今年どうなっていくかだけどね、まあ、俺もなんかやったって言ったら別にやって、文句は、でも文句言うのは仕事なんで、文句はめちゃくちゃやったと思うの。対してね、もらっとるのその被害者文句で一冊上がると文句しか言ってないからどうだよだけど、まあね、コメント欄に荒れるのはあると思うけど、まあ、いろんなこれから成長していきたいという会社さん、まあ、コロナでも成長できるからね、会社はね。そういう中でみんながコロナだからコロナだからって言い訳してた時もあったけどね、まあ、ぶっちゃけね。だけどこうやって今年1年すごい、去年1年すごいいい結果出して、まあ、今年1年今度は俺もまたフェードアウトしてもう一回新規ビジネスを動いてるんでね。で二階堂長自身も外国人実習生とかそういう組合事業みたいなものと、あとそのマッチングか、外気塗装とお客さんのマッチング、求人マッチングとかそういうマッチング系のことと、でなんか噂にはちょっと賞が打ち抜けても大丈夫だみたいなことを言っとるらしいので、まあそこをすごい大きいビジネスで動かさせようかなと思ってますけど、 YouTube とか今 SNS がさ、もうより一層企業に必要となっていくから、そういうのはちょっとコンサルティングみたいなで俺らならできるじゃん、まあ、それでが一番うまいから、ね、企業が SNS をやっていくっていうものをなんか、これはまあそっちの方でちょっとしっかり動けれるかなって今年ね、まあその成長にもよるけどね、これで数字が半期で崩れてかれたらまたこっちビチ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 みたいな感じになっちゃうんであれですけど、まあ今本当にこういう体制です。このことで意外と社長じゃなくて会長って言うんでしょ。この顔これ女性陣2人の嫌ですよね。会長は嫌だ。会長顔じゃないですよ。会長顔じゃないですだからまあ本当に今年1年、まあ、正式に社長にやっぱなれるぐらい今年結果出して、でまあ本当にまあ逆にやじゃあね、また今度相澤さんが抜けてとか、いろんなみんなが成長していろんなビジネス、まあ、ほんで来年本当にうまくいってみんなが成長したら会長してください。そんな感じかな。で今日は本当に目標達成の今年の正式な数字が出るのね。そうか、そうですね、ことだね、今年の目標のスイッチが、まあそんな感じです。まあ、結局俺が一人だけで喋っちゃって打ち合わせ通りいけないですけど、まあ、どう、まあ、新生相澤組大丈夫、意気込み聞いておこうか。意気込みですか、うん、
意気込み、まあ、でも今まで通りやるしかないのと、まあ、なんで今までの結局、はい、売り上げじゃなくて、もっと原価、うん、見てかなあかんところ、今までなあなあにしてたところをちょっと詰めてって、うん、お客さんからよりお金取るわけじゃなくて、うん、内側の無駄を省いていけたらいいなっていう。ああ、なるほどね。いい回答やわ。はい。あとはちょっと一つお願いが、まあこれ YouTube で言うのなんですけど、ちょっと圧が強すぎるから、下に対して。あなたは。お前より強いからね。そうだね。まあ、もっと関係性の改善だよね。まあ、うまさ。そこはまあ、リーダーとして、今度はプレイヤーとしてっていうよりは、マネジメントの能力だよね。プレイヤーとしてはまあ十分の力あるから、マネジメント力をつけるっていうのはすごい大事なことだよね。やっぱ関係先が力を合わせてくれるのね。力が達成できないからね。じゃあ、相田さん、来てもそうですね。やっぱりさっき社長もおっしゃったんですけど、クラウンをちゃんとクラウン通り売れるのが本当に勝てると思いますので、クラウンをちゃんと売れると思います。以上です。今年の意気込みですか、まあ、現場の品質を上げたいなって思いますね。本社の現場が一番やりやすいか、まあ営業の面でも相談しやすいとか、女性が多いんで本社は、あ、そう女性ならではお客さん目線で相談しやすいとか、ね、そこをお客対お客さんとも対足場シーリングパソコン職人さんともうまくコミュニケーション取ってやっていけたらなって思います。なるほど、以上。来るの？とりあえず、この会社に慣れたいと思います。来たのかね。まあ、まずそこから、まあ、こんな感じで朝からちょっといきなり YouTube 撮って、皆さんご迷惑かけましたが、今日からいきなりできますので、皆さん見たらよろしくお願いいたします。さよなら。明日から、まあ、この動画の次の日に出てるかどうかわからないけど、また面白い動画をちょっと沖縄で撮ってこようと思いますので、ぜひチャンネル登録、ああそうです、チャンネル登録本当お願いします。マジで今なんかチャンネル登録者だからね、視聴者の 20% しか登録してない。逆に今17万人登録してるけど、40万人、50万人とかの理解度数も知ってる。20% ぐらいしか知らないと。うん、とかぜひ、このまた本当こういうね、ビジネスとかそういうことにもちょっと着目して動画を撮っていきたいなと思ってますんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。どうぞ。します。さあ、みんなで、せーの、またみねちゃんの顔が引いとる。